今回の連続講義、テーマを設定しました。それが運命を超えるというテーマを設定して、サブタイトルとして自分を知り自分を超える、まあ、自己実現から自己超越へという、人間の成長から、個人から今度はこう、まあ、宇宙へというか公にこうパンと広がっていく、その自然な流れにのっとっていきましょうよというテーマにしてるんですね。ちょっと書きますけれども、人間には基本的に3通りあるのではないかというふうに思っていて、で、このように、ホームページにも載せました。私が書いたのはこう運命に抗う人、なんでこんな目に遭うんだというようなね、ちょっと自分の、我が身の運を嘆いたりとかいろいろとこう抵抗しているけれども、まあ、運命通りに生きるっていう人と、運命をすんなりと受け入れて運命通りに生きる人、ここまでが大体ほとんどの人のような気がするんですけど、いやいや、もっともっと、ここに行ってる人もいますと。運命を超えて生きている人というのも、私はしっかりと、あ、こういう人たちは超えてるなというふうな、方々を今まで目にしてきたので、ここの段階に一緒に行きませんかと。まあ、ここ2番のところはもうすでに幸せです。自分自身の運命というものを受け入れているので、自分自身は幸せなんだけれども、この領域というのは超えていない、扱える意識の領域がまだ、個人レベルのところだけしか使っていないので、運命通りのまま生きている人ということになります。でも十分幸せなので、まあ、申し分はないんですね、本人は、ね、で、割とおとなしい感じになると思います。もしくは自分の好きなことをやって、まあ、いい人生だったなっていう2番目のところまで行くのが、まあ、自己実現という形です。ところが自分というものの扱える領域が大きくなってくると、これが、個人の領域出ていって、超えていくようになります。で、この分岐点ははっきりここだなというふうに私は感じています。生き方の視点なんですけれども、もう確実にここからここに行くのに絶対的に必要なことです。これがないとないですよっていうところなんですね。で、多くの人は生まれてから、今日は5階層というのをご紹介して、いっぱいいっぱいちょっと書きます。で、この5つの層の感覚の違い、ニュアンスの違いをフィーリング的にね、ぜひ知ってもらいたいので、ものすごいいろんな観点から このように5つの層が違うんですよというのを説明していきます。全部がこうはっきり頭で認識していただかなくても全然大丈夫で、そういうこうニュアンスが違っていくんだなっていうようなことをこうまず入れてもらいたいというふうに思っています。で、この5つの層、5階層というのは、私は神道で、まあ、知った言葉を紹介しています。でもインドの、まあ、ヨガであれば、5つの、まあ、サヤというふうな言い方をしていて、サヤって刀のサヤですね。では、5つの層、まあ、ヨガじゃないや、神道ではこのように漢字一文字で書いていて、でそれは私のその中でももうこの言葉しかないという5つの文字だったのでご紹介をしていきます。で、この5つはですね、下から人間の成長になっていますので、私たちにもこう馴染みがあるかなと思います。下から3つはこう人間の成長、この物理空間、物理次元の成長の過程を表して、上2つというのはこの次元を超えたところの現れ方というのが出ていて、こう5つなんですけども、3と2でちゃんと分岐が、まあ、はっきりとした、ね、境界があります。順番にこのお話をしながら説明していきます。感覚で、ね、感じ取ってみてください。一番下は、体の階層で、続いて、情の階層があります。